はい、今回紹介するアイテムはこちらですね。エフェクターですね。はい、マクソンの VOP9 ですね。はい、ヴィンテージオーバードライブプロと言われてるやつですね。はい、まあこういうオーバードライブですね。まあ TS9 とか808とかいろいろあると思うんですが、まあ私もオーバードライブいろいろ試してきて、今はこれをよく使ってるかな。オーバードライブというよりもブースター的な役割ですね。かなりレンジが広がりまして、マイルドな感じの音になって、ブルースにはかなりいい感じですね。やっぱりヴィンテージライクですね。やっぱりTS9 とか808とかヴィンテージのものを探そうとすると結構大変だったり、個体差があったりとかね、状態によって音が違ったりとかなんですけど、これは外れのないヴィンテージオーバードライブって感じしますね。はい、これもね、好みによるんでね、まあ実際いろんな動画が上がってると思います。はい、マクソンのこうオーバードライブ機を比較した動画なんかかなりあって、それを見た時はね、私何とも思わなかったんですね。はい、ただ実際やっぱり音を出してみると、やっぱちょっと違いますね、その動画で見てるのと。うん、比べてみても、あと私実際これと VOP9 と普通のオーバードライブでしたっけ、あれを比べたんですが、動画で見るとね、普通のオーバードライブ、マクソンのオーバードライブの方がこういいかな、ドライブ感あっていいかなと思ったんですけど、実際聞いてみるとなかなか動画ではできれてないところっていうんですかね、のがあって、私はこれがいいなと思ってこっちにしました。はい、まあいろんなオーバードライブがもう山ほどね、エフェクターがあるので、もう本当に、例えば情報集めるだけで一日終わっちゃうぐらいなんで、もう一日では終わんないかもしれないですね。それぐらいあるんですけども、まあ一番まあ買いやすくて、こう安定供給してて価格もこなれてるってところではね、これが私は今のところいいかな。あとこのなんかチューブ、真空管搭載されたやつ、TBO とか TOD とか言われてる、あの辺がちょっと気になるんですけども、ちょっとお店になかったんで比較できなかったんですけど、ちょっと次回買うときはあっちの方をちょっと狙いたいなと思ってるんですけど、とりあえず今回は VOP9 のレビューなんですけども、じゃあ早速音を出していきたいんですが、はい、まずはバイパスの状態ですね。何も電源入れてない状態で、アンプがフェンダーのブルースジュニア3ですね。それのツイードバージョンで、ギターがフェンダーのストラトキャスターのマスターグレードのやつですね。はい、でボリュームとかのそのアンプのセッティングがですね、ボリューム5、トレブル5、ベース5、ミドル5、マスター2、リバーブ2です。で、ファットスイッチをアンプの方で押してあります。で、クリーンがですね、ちょっとこんな感じですね。はい。こんな感じのクリーンの音ですね。で、これを今、エフェクターの方は全部12時の状態ですね。で、オンにしてみましょう。そうすると。もうこんな感じで、いきなりすごい感じですね。はい。で、ドライブをちょっとじゃあ、下げてみましょうか。ドライブ下げると、もうもろ、クリーンサウンドにほぼほぼ近い状態ですね。で、ドライブをがっつり上げてみましょう。そうすると多分音が大きくなるかな。すごいですね、ちょっと音がね。で、ドライブを戻して、レベルっていうのは音量なんで、今度はトーンを下げてみましょう。はい。ウーマントーンみたいなね。今、ピックアップはフロントで全部弾いてますね。はい。で、トーンを上げてみましょう。多分そうすると今度はね、リア寄りの音、リアっぽいクリアな。ちょっと上げると耳に痛いかな。ちょっと耳に痛いような感じですね。トーンは、まあ、真ん中ぐらいがいいかな。で、あとはドライブをお好みの位置に持ってったり、あとはレベルでね、
オフにした時と音量変えない感じがいいかな。これだと12時だと今大きいのかな。これと、うん、これが同じぐらいかな。まあ、10時ぐらい、時計10時ぐらいかな。もうちょっと10時このぐらいかな。これと、うん、このくらいですかね。まあ今私のアンプのセッティングで、ドライブオンにした時とオフにした時と音量大体同じするにはまあ10時ぐらいですかね。はい。いいですね。私は、この、ブルース・ジュニアのアンプの方でね、歪ませてクランチでやるのも好きなんですけども、やっぱりこう、ヴィンテージオーバードライブ、この VOP9 をかませてやった方が、ぽいですかね。うん、ぽいですよ。はい。そういった感じですかね。で、まあ、コード。ちょっとね、コードを弾くのよりも、やっぱり、ちょっとリード向きですかね。で、コードなんかカッティングする場合はボリューム7、もうちょっと6、5ぐらい、うん、5、6あたりでやればカッティングなんかも、そうですね、ピックアップをセンターとかリアにしてあげて、ギターの方のボリュームを6ぐらいにしてあげると、この状態で、いいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、7ぐらいでもいいかな。7でもいいですね。はい。まあ、この辺のところは各自、いじってみて、楽しんでみていかがでしょうかね。まあ、各、動画、いろんなね、VOP9 とか、それ企画動画とか山ほどあると思うんですけども、まあ、何本か見てると、音の傾向みたいなのはね、わかると思うので、それで自分、ご自身の探しているものとか、その好みがわかると思うので、それでね、探してみればいいんじゃないでしょうかね。まあ、その参考程度に、していただければと思いますね。はい。で、価格がですね、まあ、概要欄の方に商品リンク、アイテムリンク貼っときたいんですが、まあ、Amazon さんで、今撮影しているのが2016年の5月なんですけども、この時点で Amazon さんで一番安くて、15,336円ですかね。はい。なので、割と、まあね、オーバードライブだとね、結構高いのあるんですね。こう3万、4万とか。ちょっとその辺までは出せないけども、ちょっとお手軽にこう、ヴィンテージ感覚のこう、オーバードライブとか、ブースター感覚が欲しいなんていうのは、これがおすすめなんじゃないでしょうかね。2万円アンダーでね。非常にお手軽ですよ。よくできてます。はい。で、この、バイパスの状態で、なんかこう、音が綺麗になるんですよね。だからこれ、ちゃんと本当よく作られてるなっていうふうに思います。はい。まあ、オーバードライブだと、まあ、有名なところだと、ケンタロスとか、クロンのね。あれも10万円超えちゃったりとかね。あとは、本当クロンの今赤い筐体の方が出ても、あれでも3万とか4万とかしますもんね。うん。まあ、あと TS9 とか、ヴィンテージ感覚のそういう音を求めてる方には、現行の TS9 とか808を買うよりかは、この VOP9 を買った方が私はいいかなと個人的には思います。比べてみて私もこっちの方がいいなと思って、よくいつもお世話になってる楽器屋さんの店員さんにも相談したんですよね。で、そしたらもう間違いなくこいつだっていうふうに勧めて、聞いてみたら、おーおーおーっていう感じでしたね。はい。まあ、お近くの楽器屋さんに行ける方は、行って、ね、試奏できる方はぜひ試してみてくださいね。で、まあ行けない方とかね、近くに楽器屋さんがない方は、いろんな動画、いろんなね、こう、アンプだったり、ギターだったり違った感じで弾かれてると思うので、いろんな感じのこう動画を見比べてみて、あ、これはこんな感じ、こんな系統の音なんだなっていうのを分かっとけばいいと思います。はい。で、ただ自分の好みがだんだん見えてくると思うので、まあ、それの、まあ、参考動画になれば幸いだと思います。はい。
今回ですね、マクソンの VOP9、ヴィンテージオーバードライブプロの動画の紹介でした。はい、ご視聴いただきありがとうございます。今回は以上です。バイバイ。